車が渋滞し立ち往生しています。前に車が進む気配がありません。去年12月、記録的な大雪により発生した関越道での車の立ち往生。3日間にわたって最大およそ2100台の身動きが取れなくなりました。その後の検証で課題に上がったのが、滞留者への情報発信の在り方や乗員の保護です。この教訓を受け、湯沢町で今日、大雪の影響でおよそ500台の車が立ち往生する想定で訓練が行われました。クレーンゲットを持ちました。大丈夫ですか？大丈夫です。どこでも大丈夫です。はい、何名乗車でしょうか？2人います。はい、訓練では去年新設されたバギー隊を活用した救援物資の配布や、車の乗員の体調を把握する手順を確認。さらに新たな対策として取り入れたのが、今回の訓練では取り残された人たちが反対車線に向かえるよう仮設デッキを設置しています。反対車線に避難ができる仮設デッキの設置です。去年立ち往生が発生した際、反対車線は通行止めに。その反対車線を活用し、一時避難用のバスや休憩所へ乗員を誘導するほか、警察車両などを巡回させ、拡声放送でドライバーに情報を周知する流れも確認しました。去年の同じ車を送らないように、大量送らない、人命最優先で、きちっと、冬の交通安全安心に高速道路をご利用できるように、してまいりたいというふうに考えております。ネクスコ東日本は気象情報などをもとに早めに通行止めを検討するほか、大雪警報が出た日には不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。